なんなん、ちょっと聞いてくださいよ、ちょっと聞いてほしいんですけど、まあ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 、まあ結論在庫切れ。マジで、まあ、最初から聞けばよかった、在庫切れだって。在庫切れない、マジで最後のうちこれっすかみたいな。要はここで買うの戻ってきたのにもかかわらず在庫切れですよ。いや超ショック。どういうことですかこれ。ちょっとねマジでショックですね。ショックで今日眠れない。また歩くのしんどいよ。いやでもこのままでは終われないですよね。いやマジでショック。どう思います、マジで。まあ、最初から聞いておけばよかったですね、これ在庫ありますかって。もう在庫これありますかって聞いた瞬間、すいませんもう 在庫ないですねみたいな。今2週間ぐらいかかっちゃいますねみたいな。マジでみたいな。うそー、うそ。ちょっとショックですね。だいぶショックですね。まあちょっとですね、まあ気分を変えてですね、ちょっとまあちょっと電気も買いたいので電気見ていきます。電気照明器具、照明器具見ます。照明器具照らされますよ、照らされます。また歩くのきつくね、それ。結構あっちまで遠いんすよね。いやーマジでショック。こっちまで戻ってきてまさかの在庫切れ。いやー想定外でしょう。このでかいヨドバシが、こんなでかいヨドバシが在庫切れですよ。やっぱ通販で買えばよかったな、通販で。駐車場代取られるし、マジでショック。駐車場代取られますからね。くそー、駐車料金取られちゃうよ。いやーどうしよう。お、これ欲しいんですよね、キャンドル、キャンドル。あの僕の好きな YouTuber の人たち、 YouTuber っていうかね、 YouTube で歌を歌ってる人がこのねろうそくで火をつけてると思ったんですよ、最初。最初ろうそくで火をつけてると思ったら、なんとあの歌歌ってる人なんですけど、その必ずその光をこう照らしてるんですね。だけどろうそくじゃなかった、なんか LED でしたね、あれ。 LED でした。だからね、LED のろうそく型のやつ買おうかなと。まあでも、ニトリの方が安いな。あんまねえな。あんまないっすね。これといったもんが。うん。52,000円。52,000円、すげえな。52,000円ですよこれ。まあ薄いけれどもさ、52,000円ってすげえなこれ。52,000円これ、 LED ディスクスタンド高くね。50,000円はさすがに、これさすがに50,000円はねえだろう。いやマジでどうしよう、超困った。あ、いいのねし。
このまま退却ですかね、もしかして。いや今日はね、選定ミスですよ完全なる。うん、ライトもいいのないな。いいのない。まあこれ上のやつは僕いらないので、間接照明が欲しいんですけど。お、ドクターエアがあった。どうぞ。あ、ありがとうございます。すげえ、これね、めちゃめちゃいいんですよね、ドクターエア、うん、いやーマジでショック。ちょっとな、どうショックすぎるだろうこれ。なんか買っていかないとね。これエスプレッソ買ってっちゃう、まさかの21万3840円、まさかのエスプレッソキー。2万円かと思ったら21万だった。高っ。20万は高えな。なんかちょっとコーヒー機買ってこうかな、マジで。前から欲しかったんですよね、コーヒー機。ちょっとね、これなんか買っていかないと。ああ、これね、うん、これいいっすよね。これちょっと前から欲しいよなと思ってたんですけど、これ美味しいんですよね。どうしようかな。うん、うん、でもなって感じですね。欲しいけどそこまで必要ないしな。まあ、あの、僕結構コーヒー飲むんで、そのあれ毎回作ってると確かに美味しいんですけど、毎回作ってるとすぐなくなっちゃうから、あのインスタントの方が楽っちゃ楽なんですよね。お水がね、お水、うん、もう無理やり買うもんを探してるみたいな。マジであそこまでまた歩くの？歩くのきついな。結構これずっと持ってますからね、僕。で、電池もなくなってきたし。どうしよう。一応ライブ放送は予定21時にしたので、まあ、大丈夫だとは思うんですけど。いやあ、あそこまで歩くの難儀だな、また。マジか。ちょっとだいぶショックなんだけど。しかも僕ずっと結構撮ってるんで結構疲れますよ。話しながら喋ってますから。話しながら喋ってる、一緒やな。話しながら歩いてるんで。あ、LG テレビが出てきた。有機 ELT だね。有機 EL じゃない、これ。有機 EL だ、ほら、すげえ綺麗。有機 EL 100万、1、10、100、1000万、10万、100万。
100万だって。あ、超綺麗。やっぱ有機 EL すげえな。50万。あ、すごいわこれは。これは全然ちゃうね。 LG すげえな。 LG 頑張ってるね。すごいね、有機。まあ LED じゃなくて、そのあ、そう、ソニーが昔その有機 EL テレビを出してたんですけど、結局撤退したのかな。そして LG が頑張ってると。すごいなこれ。まあ、ちょっとね、画面が曲線になってるんですけど、うん、すごい。まあ、テレビはいらないしな。いやでもこの LED すごい、有機 EL。 いやでもショックだなマジで。まあちょっとね、買いたいものがあるのでポイントで買って帰ります。とりあえず買っとこう。それはですね、まあ配線のやつをもう一個買おうと思ってたんで。なんかイヤホンジャックを2つにかませるコードなんですけど、どこだ、イヤホンしかねえな。二股のやつなんですけど、いやそれにしてもイヤホンすごいっすねこれ。イヤホンの数が半端ない。やっぱその iPhone が、スマホが出てきたことによって、あのすごいですよね。売ってないっすね。売ってない。店員さんに聞こうかな。要はイヤホンジャックの二股なんですよね。要はこっからこっから取って、この二つイヤホンできるっていう。これ店員さんに聞いた方が早そうだな。そのピッて二つにするっていう、まああるはずですよね、どっか。ちょっと聞いてみます、店員さんに。で、電池もなくなってきたんで、電池充電します。